どうもでは今週も、木曜日なんでね、観葉植物に水やりをこうしていきたいと思います。まずこれからですね、これから水やりですね。いつものように、下からこう出てくる形を取ります。下からね、最近ねこれ観葉植物ね、自分のこう、仕事場というかね、施術室にこう置いてるんですけども、お客さんがね結構こう褒めてくれるというかね、だいぶ大きなってんねとかこう言っていただけたりとかですね、あとこっち側のねこれがすごいツヤがあってこう綺麗やねとかねこう言っていただけたりこうして、ちょっと嬉しいなと思ったりこうしておりますね、なんかこうやっぱりそれなりにこう見てもらってるというかね、だから今冬になったらこれはもうね、だいぶ枯れて葉っぱいっぱい1枚2枚ぐらいになり、なるんですとか言ってたりするんですけども、なんかこう植物でなんかこういいですね、でこうやってやっていくとちゃんとこう育っていくし、まあ冬はねこれからちょっとこう動物でいうその冬眠みたいなもんでこうちょっとこう枯れた状態になりますけども、それでもまた夏に向かっていく時にはこうちゃんとこう大きくなっていくということで、なかなか面白いですね。まあ生き物、まあ生き物といえば生き物ですし、動物とは違いますけど、またそれはそれでこう良かったりしますね、でこう葉っぱをねこう触ってやったりとか、触ってやるのもこう良かったりするんですよね、ということで、まあまあもうちょっと強めましょうか。先週がね、肥料やったんで、今週は肥料をやらずにですね、水をたっぷりやってやるというところですね、だいぶねこう暑さがちょっとこうマシになってきて、こう季節的にはこういい感じになってきたかなというのをこう感じますね、非常にこう植物とかはどうなんでしょうかね。植物はこう夏の方がこういいんでしょうか。でもあんまり暑すぎても良くないんでね、で寒すぎても良くないし、そのちょうどいいぐらいのこう心地いいぐらいのね、だから人間が心地いいなと思う気温と、まあ、植物が、心地いいと思う、気温とか、そういうのも、まあ、同じような感じなんでしょうね、さあそろそろそしたら、お客さんにツヤがいいと言っていただいたこの観葉植物に水やりをしていきます。これはね、ちょっとね、こう土のこの、なんていうんですかね、こう水がこう下からこう出てくるのの、こうあの水はけが良くないというか、こっちはね、このでかい方はね、すごく水はけがいいんですけど、こっちはね、あまりこう水はけが良くないんで、こう水道から出す水の量はちょっと少なめにこう出していって、で下から出てくるのをこう待つというところになります。今日なんかほんまにちょっと半袖ギリギリですね。長袖はまだちょっと暑いかな。まあ人によっては長袖でもいいかなっていうぐらいのこう気温になっておりますね、ちょうどいいぐらいですよね今がね。ただまあ最近の日本はこうこのいい季節っていうのがこうすごく短いんですよね。だから夏が長くて秋が短くて冬が長くて春が短いっていう感じにこうなってるかな。だから極端に暑い日があったりしてたり、こう寒くなったりとか。ただ去年とかはこう、去年というか前の冬とかは僕の感覚で言うとそこまでこう寒くなかったかなとかこう思ったりしてますね。むちゃくちゃ寒いなと思う日はそんなになかったかなというふうに思います。というのは僕がよく走ったり外に走りに行ったりするんで、どうしてもこう手がもうかじかんで寒かったっていうようなね、手袋が必要やなっていうような日がこう走ってて少なかったかなというのがこう僕の印象ですね。今年はどうなるかちょっと分かんないですけどね、
ちょっとずつ水がこう出てるというところですね。で最後は、最後というか1回目のこの最後がこの僕のプルシアロゼアですね。プルシアロゼア、この名前がね、こう何回も今回こうこの動画を撮るときにプルシアロゼアって言ってる間にだんだん覚えられてきそうになってますね。と言ってもまだこうパッとこうこれ見たときにプルシアロゼアとこう出てこないかもしれないんですけども、だいぶこう頭の中にこう入ってきてはいるというところですね。これ、これはどうなんでしょうね。あ、ちょっとこう小さいこのこれですね。この葉っぱがこう出てきてる感じがありますね。ちっちゃい葉っぱ分かりますかね。これですね。だからこれがちょっとこうちょっとこう育ったというところがあります。まあこれはこの、植木鉢のこの大きさが、ね、小さいんでね、育ちにくいんですよね。だからまあ大きくしていってもいいかなと思うんですけども、またね置き場所はですね、置き場所がなかなか大きくするとこれぐらいのこの白いこれぐらいにするとちょっとあの置き場所に困るというかね、そういうところにこれぐらいにしたいんですけどね。ではちょっとこの小さいプルシアロゼアに変えていきます。休みの日の朝にね、こうやってのんびりこう観葉植物に水やりしてる時間っていうのもこれはこれでまた良かったりしますね。でこのあとね、僕はまあ銀行に売上の入金行ったりとかなんやかんやこうしますけど、それまでの間にねちょっとこういうのをしてちょっとこうのんびりとねこう観葉植物に観葉植物を育ててるっていうのがこうまたいいかなと思ったり、こういう時間がね。あ、下から出てきてますね。下から水が出てきてますね。上から出てきてるのかな。まあまあやったと思うんで、よし。では2回目の水やりをこうしていきますね。2回目の水やり。ではいつものようにアングルを変えていきます。ではアングル変えました。いつものようにねこう水やりをこうしているというところで、これぐらいまでこうずーっと水がこう溜まってきてですね、でこっからこう下からこう出てくるのが分かりますかね。こう水の流れがあるのが分かるんですかね。でこうやってやって、これが2回目の水やりで、これ自体はだいぶでかくなってきて、前葉っぱが出てきたなーって言ったのがこれぐらい大きくなってきてるというところですね。そしてこっちがねお客さんにこう褒めてもらった、こうすごくツヤが綺麗やなとこう言っていただいてますね。これですね。そうやってこう見ていただいてる方には見ていただいててちょっと嬉しい気持ちになりましたね。でこれの紹介もプルシアロゼアの紹介もこうしてた。で違うお客さんはこの葉っぱ、これがね、この観葉植物がすごいでかいなということ、だいぶ育ったねっていうことをね、定期的に来ていただいてるんで、こう見るたんびにでかなってんのがこうわかるんでしょうね。まあ、ちょっとそれがこう、まあ、おもろいというか、ちょっと興味深いというかね。まあまあ、そこまで何も考え、観葉植物と考えてないでしょうけどね。まあまあ、一つこう、そういうのがあるなというので、こうちょっと話題になったりはこうすると。というところですね。ということで今週の水やりはこんな感じですね。あと、このツヤのあるこの観葉植物とプルシアロゼアとこうやっていくという形にこうなります。ということで今週は以上です。